もしかしてそれはミウを口説いているのかな。ほほう、だったら僕にも何かないのかい。確かにね。やれやれ、今日はミウにはかなわないな。私の私服は時坂先輩にとって新鮮だったって。ほら、やっぱり口説いてるようにしか見えないですよ。正解。実際僕から見てもとてもよく似合っているよ、ミウ。ひよりちゃんまで。僕はともかく、時坂兄にはお礼を言った方がいいんじゃないかな。黙り合ってるのかな、君たちは。さて、いつまでもこんなところで立ち話もなんだし、そろそろ行くとしようか。少し肌寒いけれど、カラッと晴れていて気持ちがいいね。正解。僕も天気予報を確認してきたけど、確かに夕方以降は雨って予報だった。なので今日は夕方前には解散するのが無難だろうね。自由気ままな探索と。ミウは折りたたみ傘は持ってきてる？しっかりしてるね。実を言うと僕も持ってきてるが、もし早めに雨が降り出した時には入れてあげるから安心しておきたまえ。どうする？商店街の方にでも行こうか。ひよりちゃん、どこでランチするの？どこにしようか。とりあえず行ってみて考えよう。
ならのんびりできるしね。定番には定番の良さがあるというものです。ああ、そうですね。うん、前も言ったかもしれないけど、やっぱりゲームの話題が多いかな。それがもっぱらだけれどね。でも時々一緒にやったりはするよね、ミュウ。うん、日和ちゃんが私の部屋に来て。今の殺し文句は最高だったねとかね。ミュウはイケボが好きだからね、自分も言われてみたいってなるんだろう。咳払いしてるのかな。アクション系だってやるよ。ただね、そっち系はミュウが苦手だね。